終了だ。心ポエズ。右ストア。よし、皆さんこんにちは。野球場の向こうです。はい。バリアー豚骨です。お願いします。はい、ちょっとね、定期的にやってますバリアー豚骨のね、彩香ちゃんと文太くんとのコラボなんですけども、はい、ちょっと二人とも何 YouTube 解説おめでとうございます。ありがとうございます。そしてなんと登録者が、はい、30万人でーす。行きましたね。ありがとうございます。あ、向こうさん、23.7万人。超えた。あれ、そうね、超えとる。え、解説してどれぐらい。今年の1月までは、うん、3000人とか4000人でした。で、2月半ばに伸びて、うんうん、30万人。ちょっとこれ2ヶ月か3ヶ月さらになんか福岡でレギュラー番組を持ったみたいな。あ、そう、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、着々とね、こう夢を叶えてるね、彼ら彼女らなんですけども、はい、まあやっぱり言ってもね、あの、彩香ちゃんがね、球速100キロを投げないと、そう、はい、始球式のね、夢が叶わないということで、うん、今回もですね、すごい方々を呼んでます。嬉しい。早速呼んじゃっていい。はい、じゃあ JBS 武蔵カモーン。JBS 武蔵の下です。普段はあの小中学生向けの、野球スクールをやってますので、今日はそれでいつも教えてることをバッチリ伝授したいと思います。やったー。なんか伸びそう、急速、野球指導者のもうパイオニア。え、うわ、まあ、頑張ります。私なんか、うん、いつもの人たちよりオーラあるもん。野球指導者たち失礼やろ、それは。皆さん素敵な方がいっぱい来ました。で、ちなみに千葉出身で、高校が習志野高校。おー、で、準優勝です。そうですね、はい、で、一応ピッチャー。わー、おっこ、伸びそう。今が最速、何キロですか。94です。94、じゃプラス6ですね。プラス6です。頑張ります、頑張ります。あの、動作解析とかもすごい詳しいから。ここを高校生が速くなるとか、ちょっとまあやりながら、はい、怪我なくやっていきましょうか。はい、よろしくお願いします。それでは動画をご覧ください。よろしく。忘れてましたね。そうそうそう、どうぞ。何それ。ジャスト・ドゥ・イット。忘れた。ちょっと一回声でやってみたら、野球少年って忘れた。これあるあるです。短いんよ。ここまで欲しいんよ。あ、この子今日忘れたんやっていう。87キロ。うわぁ、お前はホームチェック。うわ、まず、早く投げたいじゃないですか、うん、で早く投げたいのの一番は横移動をとにかく早くすることが一番大事なんですよ。変身運動って言うんですけど、こう足上げて、でこう、こうガッとくるんですね、うん、ここがまず1ポイントで、ちょっとこう曲がっちゃってるじゃないですか、チェック足が、ここら辺が曲がってるってことは前に行ききれてないみたいな感じなんですよね。助走距離をしっかり取るみたいな感じになってくるんで、前に行ける、行ける、はい、今日はまずは練習します。でもう一個が、グローブが結構もうこういう感じになっちゃってるんですよ、うん、でこれちょっともうちょっとこういう感じで肩使えてこれると、肩ってこう内側と外側にこうやってくるんですけど、うんうんうん、まあ最終的には外側に回るんですけど、できるだけ内側にちょっとこう行きながら行ってくると、回転できる余力っていうか、回転の量をたくさん取っておいて、そう、バチンっていけるんですよね。最後もう一個言うと、力の当て方っていうのがあって、速くならないのって結構真横に当たったり、ちょっと下にこうやって力が出ます、うんうん、こういう風に当たっちゃうんで、もう上から押さえるぐらいの感じで、指って結構ガッて固めないと強く離れないんですよ、うんうん、なんでこうふにゅってこうやっていっちゃうと真横からいっちゃうんで、うんうん、まあ、上から叩けるようにするっていうのと、足を早く移動するっていうのと、早く移動しながらグローブをしっかりと開かないように使っていく、まあ、肩の動きをちょっと使っていくっていう、はい、この3つをちょっとやっていきましょう。了解です。はい、すげえ、なんか、なんかね、すごい理論的ですね。わかりやすい、うん、じゃあ最初の練習はちょっとグローブの練習します、うん、ステップした時こんな感じになっちゃうんですよ。あ、なっちゃう、はい、でこの肩が結構 こっち側に行っちゃう感じなんですよ、うん、肩ってこう内側に入るんで、全体こう内側に回す感じで、肩と肘から相手をこう見る感じ。あ、そうです。ちょっとグッてこっちに入ってくると、まあ、胸とかもちょっとこっちにひねられるんで、そうすると回転たくさんできるようになるんですよ、はい、グローブの先っちょはなんとなく自分ぐらい、はい、
こんな感じで、こんな感じでこれです、こんな感じ でちょっとあんまり不自然にやりすぎると動きが滑らかさがなくなっちゃうんで、はい、ここをちょっと練習しましょう。まあ、いつもだとこういう感じになっちゃうんですよ。ここからまずこういう感じで、ここで止まる感じです。でこっちの腕の方は今あんまり傾斜していて、はい、止まって、そうですね、もうそうですね、はい、前側にこの辺でちょこんって終わるんじゃなくて、でかく前に、でかく前に、結構、あ、結構や。こっち、はい、もうなんかひね、こっちにひねってるぐらいのイメージ。そうですね。まあ、ここだけグッて引く感じです。そうですね。はい。まあ、大体ですね。ここがとにかくグッと見つかる。じゃあ、次いきますね。いいよ、なんか来たよ。これ。なんか大谷選手がもっとようなやつ。サンドボールなんですけど、普通の重たいボール、大谷選手が使ってるのはプライオボールっていう、まあ、似たような感じのボールではあるんですけど、でこれちょっと普通に下に叩きつけるっていう練習をするんですけど、まあ、イメージはもう上から押さえるって感じです。で実際はそんなにはいかないんですけど、これぐらいに多分なると思うんですけど、ダラーンとしてもらってこのままグーッとこう持ってきます。そうです、はい、肩が、そうですね、肩がグッと入ってくると OK なので、おー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 、連動してる、連動してます、こうきます、そうそうそう、この辺からしっかりと、でこのままグーッといったらもうそっち下にとにかく叩く、めっちゃストレス解消です。このままダンって、はい、もっといって、今叩いたらちょっとトン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 っていったじゃないですか、もっと上にもう跳ねるぐらいの感じですね。でうわっへこんだ確かに、ちょっとやばいっすね、これ。これちょっと、大丈夫かな、大丈夫っすか、大丈夫、OK、大丈夫、OK で、いいっすね、あ、OK っすね、おーまさか、ちょっと寝てくれん、ここ何思いっきり、いや、顔見ると力入るわ、怖い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 グーッて、グーッて、グーこれがじゃん、これがじゃん、ね、ちびっこはまねせんでね、そういうの大事にしていこう、大事にしていこう、そうっす、はい、はい、次の3つ目の練習なんですけど、はい、ここがね、多分一番ポイントになってくると思います、うんうん、ここがちょっとこういう感じで余裕が出ちゃう、うん、とにかく強く前に、前、そんなにこう伸びる感じで、それをちょっと練習していきましょう、はい、最初は、こうやってやってもらって、うん、左足後ろに攻めます、はい、お尻グッと引きます。でそしたら自分のつま先の横くらいにかかとつけて、このもも結構きついと思う、めちゃめちゃきついです、はい、足上げて、このこっから移動してくるじゃないですか、はい、この移動してくるこの瞬間をちょっと人工的に、わなるほど、作ってる、かかと結構強めについてもいいんでバランス取ってもらって、はい、もう一回グッてできるだけお尻引いてください、はい、そしたらあと前向いて、はい、あとは足をとにかく前に倒していく感じでバンとかやってます、そうですね、はい、膝が前に横をして、で前に一気にさっきのこのグローブの動きと合わせて、やっぱ僕らもね、めちゃめちゃ勉強になるんですよね、あ、いいっすね、で、せーのでしましょう、せーので、そうっすね、はい、いいっす、84キロです。なんとなくな感じです。あんまり意識すぎると多分動作がその頭で考えるととにかく良くないですよ。ああ、そうなの。はい、ここをこうやって入れてみたいな感じでやったら、前強く行ってみたいなのでこう行くぐらいの感じの方がいいです。83人。大したそう。ここはね、こんな感じだと思うんで、この上の方ってグッとひねれるっていうか、まあ無理にひねろうとしなくていいんですけど、こういうところがちゃんとグッと働いてくれると、動いてくれるとこういう感じが入ってくれるんですよね。でこれがガタンと外れちゃうとそうなっちゃうっていう感じです。でも足こんな開いたことない。これはねいいっすよ。スライドが開くなって移動してるんで。こんな感じよ。ここですね。やっぱグローブ上半身の動作がもったいないですね。まあよく野球では
年点差とか言ったりするんですけど、ヤッホーしてる、めっちゃ上に行けてるんですよ。だだから思考当たってるんですよ。ちょっと一個練習いいですか、はい、もったいないなと思うな。ここでポコンって終わってるんですよ。なんでもうちょっとこう入ってくるんですけど、肩甲骨は前にこうやってずるって動く動くと、肩が前にこうやって離れ動く、前に飛び出る動きあるんですけど、それがちょっとないんですね。顔さんに伸ばします、はい、こう腕、肩甲骨伸ばす、はい、3 スーパーバーはい、こう頑張れ、なんかいじめられとるんですよ、はい、子供と大人の喧嘩で、頑張れ、こう終わっちゃう、こっちか、あ、そうそうそう、で結構締めます、はい、10回いや、指違います指違います、4 じゃないですか、はい、しゃあ、ふだ、ふだうわ、それなんか小指2本に入るようになってます。落ち着け、ボー101、そんな上がる、今早かったです、早かったです、え、それは何練習してた、いや、同じ2ヶ月やってなくて、わかる、2ヶ月やると鈍いよね、そうだよな、どっち張り合いたいのどっちいや、今もめっちゃ来てた、120キロワンセンターバック目指したいわ、うんうんうん、いいね、120ね、120、私100ね、いや、ありがとうございます、これやっていただいたやつ、これもうグダグダやフォーム、そうですね、でもこ上手いのは手っす、あ、確かに手が結構こう上がってる感じなんですけど、うん、こう押さえられてるんで、叩いても指の力はあれですかね、男性だからっていうのがやっぱり、うん、手の大きさは結構関係しますですよね、かなり生まれつき女やけあ、あ、かっこよくなってる、ちょっとごめんな、ほらかっこよくなってる、めっちゃ良くなってる、でここは結構いいですね、今この感じでいいです、これ一番最初です、うわすげえ、上がってくるともうちょい出そうっすけど、出そう、ほんと出そう、出そう、これでさこっから投げてみようかな、あ、確かに全然いいですよ、あ、81、おお、81、おお、カン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 、終了だ、悔しいよ今日ちょっと休息はいかなかったんですけど、めっちゃ楽しかったんですけど、ね、何が楽しいってめちゃめちゃ形が良くなってきてる、確かに、もう実感できて、そうですね、ちょっとここ残るようになってました、うん、はい、で今までないとこがめちゃめちゃ筋肉痛とか来てるの、そうです、いけ、あの練習すればいけそう、それは前回も言ったね1年前からいっぱい聞いたな本当にね、もうやる、はい、今年度はマジでやる、申し訳ないです、いや、大丈夫、また、ありがとうございます、僕もリベンジ、そうそうそう、はい、じゃあ次回あの決定で、はい、練習する、じゃあちょっとね、バリアワトンボツ YouTube を始めてるんで、はい、まあ、ぜひあの登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、僕と GBS 武蔵のチャンネルもすぐ追いつきますからね、見たら、逃げるよ、頑張れよ、今後も応援よろしくお願いします、悔しいっすね、まあ、でもやっぱ2ヶ月空くって結構やっぱ感覚も変わっちゃうと思うんで固めたいですね、もう1週間後か2週間後にもうすぐこの撮影入れます、ありがとうございました。